オギター。よし、おそつきよったな、これ F なれへんがなと思ってる。そこのあなた、 F のコードの鳴らし方についてお話ししましたが、その方法でもできない方もおそらくいらっしゃるとは思います。今日はそういう方のためにどうしたらいいかというのをお話しします。こんなことでギターをやめる必要はありません。いろんな解決策がございますが、解決策というか代替案という方がいいのかな、ね、ただその代替案でギターを弾いてるうちに上達していって、F が弾けるようになる方はたくさんいらっしゃいます。 F はね、いろんな曲に出てくるのよな。簡単な曲には何でもかんでもみんな踊りを踊っていくよ、いろんなね優しい曲にも出てくるのでね、避けられないのよ F はね。だから F が弾けなかったら結局ね曲が弾けませんっていうこともあるわけなんですよ。 F がどうしても弾けない場合は F の代わりのやり方を考えて、それでしばらくやっておく。そしてギターがだんだん上手になってきたら F もできるようになる方が多いです。F というのは何もこれだけが F じゃないんですね。この耳の形ではない F を弾いてみましょう。これがまず一番最初の代替案ですね。どうするかと言いますと、 Dm7 はもう弾ける方多いですかね。1弦と2弦の1フレットを人差し指でね、2つ、これも2つも音を鳴らさなあかんねんけど、3弦の2フレットを押さえて、これが Dm7 ですよね。実はこれでもいいです。 F が出てきたら Dm7 で代わりに弾くというのも十分問題ないといえば問題ないです。平行単調というんですね。 F の代わりが務まるコードです。ですからこれでもいいんですが、やっぱり F のコードを弾きたいなという方はこれに薬指を足してください。 Dm に薬指を足す。4弦の3フレット、これが実は F なんですね。これで6弦を弾かないようにしたら F なんです。5弦は弾いても結構ですね。ラーやからほら同じ音でしょ。ほとんど同じ音です。低音が抜けただけなんです。この音が抜けただけ。6弦の1フレットのファーの音がね、1オクターブ下の音が抜けただけですので、これで十分です。この F が制覇の F がどうしてもならない方、とりあえずこれの練習してください。一緒です、ほら同じ音でしょ。この音が抜けただけね。 F の低い音がね、これが一番ありきたりな解決策です。これはおそらくね、今の時点で F ができなくて悩んでる方もこれはおそらくできるんじゃないかなっていう感じですよね。パンナーはもう知ってるんじゃっていう方もいるかもですね。そういう方はどうしたらいいか。それでもやっぱりどうしても F が弾きたいんじゃっていう方、 F はなんでならないか、弦が太いからなんですね。実はね、強い力で押さえなければ音が鳴らないので、 F が鳴らない。弦を張り替えましょう。フォークギターの弦は非常に太いんですよね。1弦が 0.13、 一番低い低音が 0.56 インチです。結構ねこれ太いんですよ。初心者の方は F がうんぬんじゃなくて、ね、他のコードを弾くときも指が痛くなるので弦をね変えるのを私はお勧めしています。例えばフォークギターのエクストラライトゲージっていうのがあります。それはどれぐらいの太さかな。特に低音の方やね、1047、あ、その名前やな、47と56やからかなり太さ違いますよね。わからなければ店員さんに聞けばいいですからね。フォークギターのエクストラライトゲージとかね、細い弦をくださいとかね。それでももっと細い方がいい方はエレキの弦を張りましょう。エレキの弦はもっと細いになりますね。エクストラライトは 0.09 だったと思います。もっと細いやつは 0.08 のやつだね、1弦がね。これね張ったらね F なります。実は全然ね、あの指の負担が違いますのでね、このやり方で F が鳴るようになった方もたくさんいらっしゃいます。ただ楽器屋さんはね進めないんですね、これね。ギターによって正しい弦っていうのがあって、その弦を張ってないとやっぱり楽器が痛むというかね、ネックがね変な風に反ってしまったりとかするらしいです。だからフォークギターだけどもエレキギターの弦を張りたいと思ってると店員さんに言うと断られたっていう方がね何人もいらっしゃるそうです。確かに楽器屋さんの観点、楽器を大事にする人からの観点ではそうなのかもしれませんが、それで太い弦を張ったまま結局弾けなくてギターを壊
壊したりとか家具調度品になるんやったら制限貼った方がいいと思ってます。ただもちろんこれは疑問もあると思いますね。楽器屋さんのね店員さんの言う通りそんなねむやみに細い弦を貼るべきではないという考え方ももちろん正しいとは思いますが、私は実は細い弦を貼ってます。このギターも傷んでません。50年ぐらい前のギターです。これ細い弦貼ってました。ずっと50年経っても傷んでません。多分ちゃんと音鳴ってますからね。別に楽器屋さんが嘘ついてるという意味ではなくて、そんなに神経質にならなくてもいいのかなと僕は思ってます。というと怒る方はおるとは思います。もちろんね、楽器を大事にしてる方でも僕はそれでね、弦をね太い弦を張ったままでギターの音鳴らないんだったら弦の細さを変えるべきだろうと思います。議論反論はコメントでよろしくお願いいたします。フォークギターの細い弦をくださいとか、エレキギターのライトゲージをください、もっと柔らかいのがいい方、エレキギターのエクストラライトゲージをください、スーパーライトゲージをくださいとかって言って、弾き方を変えてもならない、弦を細くしてもならない、そういう方はどうしましょう。これですね、ウクレレに転向しましょう。ちょっと嫌な気持ちになった方もいらっしゃるかもわかりませんが、ウクレレのコードっていうのはねすごくよくできててね、中指で4弦の2フレ、人差し指で2弦の1フレ、これだけです。ギターで言ったらね E7 と同じ形やね。これ F です。 C はこれだけ。ね、C で困ってる方もウクレレ転向実はおすすめします。 Am これだけ。簡単でしょ。ギターでは簡単とされる D7、 ウクレレでは難しいコードと言われてます。これがね、ギター弾いてる方にとっては D7 簡単なコードですよね、きっとね。ウクレレで見ればこれは実は難しいコードの仲間なんですね。それぐらいウクレレは悪く言えば簡単ですが、よく言うとすごくよくできてる楽器だと思います。最近年配の方の間でウクレレがブームですね。これはやっぱり弾きやすさっていうのが大きな理由だと思います。 F が弾けなくてねウクレレに転向された方たくさんいらっしゃいます。そしたらやっぱりギターが家具調度品になるのか質屋に行くのかという感じですが、実はウクレレをずっと弾いてるうちに指の使い方が分かってきて F が鳴るようになった方もたくさん私知ってます。ですからとりあえず F が鳴らない方ね、ウクレレで気分転換、しばらくウクレレを弾いてて指が滑らかに動くようになってくると指の使い方が上手になってギターの F も鳴るようになったりもするんですね。ということでウクレレにちょっとの間とかね転向するのもいいかもわかりませんし、今流行りの二刀流ですな。野球の二刀流の大谷さんはね何百億もお金もらってますが、ギターとウクレレの二刀流にしてもお金は儲からないですけどもね。ということで F がどうしてもならなかったらどうするかというお話をいたしました。それ以外にもネックのね形がね変形してしまってね押さえにくくなって F が鳴りにくくなるということもあります。それをね直すねトラスロットっていうのがねギターにはついているんですね。今日はねお話はしませんが、それをトラスロットでね調整しますとネックがね正しく修正されて F が鳴りやすくなるかもしれません。3つ言いましたね。1つは簡単な F の、押さえ方覚えましょう。これやね、薬指を4弦の3フレット、中指を3弦の2フレット、人差し指を1弦と2弦の1フレット。何かというと Dm7 に薬指をつけた形やね。もう1つは弦の太さを変えてみる。フォークギター用の細い弦もあります。思い切ってエレキギター用の弦に変えるのもね私はありかなと思ってます。ただこれは異論反論があることは承知ですし、その考え方もごもっともです。ギターにとってはやっぱり正しい弦というのがあるというのはね本当だろうと思いますので、コンパウンドゲージというのに変えるのもありですね。コンパウンドゲージというのは要は弦が細くなってるんですが、細くて柔らかい弦です。ちょっと値段高いです。もう一つが思い切ってウクレレを弾いてみましょう。F 簡単です。他のコードも簡単です。 A C Am F も簡単です。これはギターを諦めるという意味ではありません。ウクレレも弾きつつギターも弾けばいいと思いますし、ウクレレを弾いて指を動きが滑らかになってきますとギターにもいい影響を与えます。代替案としてはねなかなかいいんじゃないかなと私は思いました。ちょっとフォコアジズでもやってみましょうか。本当に人が好きになります。なります。
ということで、本日の動画が良かったと思う方は高評価とチャンネル登録、悪かったなと思う方、こんな F は引かんでとか無責任なこと言いやがってっていう方もチャンネル登録と悪いのをお願いします。そしてやっぱりね、弦を変えることに関してはね、いろんなある方がたくさんいらっしゃると思います。そういう方は遠慮なくコメントなりご意見なりいただけたら嬉しいです。それではまたお会いしましょう。さようなら。せーの、パコン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 。